部長です。紬だよ。前回はロエナからいろいろ聞いたところで終わったね。今回はその続きからだ。ふん。巨大な鎌か。かなり使えそうだったが。以前似たスキルを作っておいたものがありますが。そうだ、思い出した。魔力を多少消耗するが、少し回復した今なら問題ないだろう。フォームシフト、リーパーの使用を承諾されたと判断します。あーっと、スキル。では戦闘開始か。その前にちゃんと装備しないとね。なんかないな。今見ているところは空中用じゃないか。なるほど。こっちならあるかな。どうせならスピアのショートカットを変えよう。設定できてないぞ。これで大丈夫。この辺り分かりづらいんだよね。 D ボタンだと一気に戻っちゃうし。ブラストも OK。 さっき取ったリーパーはどうする。ちゃんと装備するよ。これだ。これでショートカット設定は OK。 まだ空中の方もセットし直すのか。一応確認ぐらいは。これは使えそうだからセットしておくかな。これですごく悩んでるな。どれがいいかわからないからね。あとはイガスキルだと思っていたけど、エンクスにも割り上げられちゃったな。というかもう戦闘に入ってる。なんか普通に戦ってる。新しい武器を使う必要もなしね。油断しているようだが大丈夫か。まだ大丈夫だよ。無駄死しちゃった。これで新しいところに行けそうだね。今回は上の方に行かないといけないが。一気に行けるのかな。お、これで全部行けそうだな。じゃあ宝箱なんかも一気に取っちゃいたいね。これはしばらく何もないかな。と言いながら途中でイベントを挟みそうではあるが。確かに。一瞬イベントかと思っちゃったよ。とりあえず先に進むには C だな。これで封印石の列に移動できるね。
こいつらは確か次元を行き来し聖髄を集める下級悪魔、いわゆる聖髄コレクターです。悪魔や結界などによる慌ただしい状況に導かれ聖髄を集めに来たようですが。そうだな。逃げないうちに倒せば聖髄を入手できそうです。ということで先行。聖髄コレクターという敵の説明だけなら、こいつら全然攻撃してこない。一方的になるだけ。いや、コンバイメント用って感じ。その割に時間がかかりそうだ。上から降ってきてくれてるんだよね。攻撃されないから問題はないんだけど。ようやく終わったよ。聖髄が中心で経験値が少ない敵か。では宝箱を取りに。宝箱は基本的に消耗品か。それでもいいけどね。何回いいものも何気に持ってたんだ。死んだ時に自動復活か。これも地味にいいかも。結構 MP 不足に陥るからな。これは今度ボス戦とかあったら積極的に使ってみよう。永遠に向かうんだな。このままの設定で問題ないね。さてまた先行だ。もうさすがに慣れてきた感じはするな。あんまり変わった敵が出てこないよね。何気にさっき取ったリーパーでステータス以上を起こす。確かスティグマと合わせて回復もしているはず。ここまでだ。この究極技は複数の敵がいたかって感じる。私たちに全部吸収されたかと思ったけど。前が経験値少なかったのか。うん。デュラハン、お前の判断が聞きたい。黒猫のことですか？それともたった今救ったばかりの人間の方ですか？猫の方だ。悪魔は嘘をつきませんから、ロデリックと絡みたくないという理由で壁の中に隠れていたというのは事実だと思われます。とはいえ、悪魔の言葉が全て真実なわけでもない。何を隠していると思うか。私たちが言う前にロデリックのことを言いましたから、ロデリックについて何か隠していると思われます。とぼけているふりをしている可能性は 100% です。答えにくい質問が来ないよう
巧妙に誘導しています。私もそう思う。しばらくはそばに置いて様子を見てみよう。これで封印石の隣まで来たと思うけど、次移動したら封印石だな。こうやって見るとマップ自体は狭いんだよね。まあ家の中だからな。これが封印石か。すでにお分かりのようですが、これは下級ウィッチの魔力心臓です。ウィッチを封印に使うとはあまり気分が良くはないな。悪魔の代わりに使ったようですが、その理由は分かりません。アナベルは封印石の正体を知っていたのだろうか。知っていたらお嬢様に回収を頼むとは思いませんが。事件を解決しなければならないから、とりあえず魔力は回収するが、帰ってアナベルと話す必要があるな。じゃあ今度はスティグマを回収してこないと。シーに向かうんだな。じゃあこのまま移動すれば着くね。スティグマだけど、まずは空きを確認だな。右上だね。となると待つこと伸び悪か。いまいちっぽいけどしょうがない。これで全部埋められるな。では早速。ようやくだけど、いいのが出てきたら差し替えていくしかないな。こっちも強化しておこう。あと他のもチェックしておこう。これ装備してなかったのか。みたいだね。またプレビューか。まあ見てもあんまりだったかな。じゃあ中央の制御室に戻ろう。また共鳴石像まで行かないとな。一応ここでセーブしとくかな。単純に戻るだけならここはカットだな。本来はそうなんだけど。多分カットしない理由が出てくるんだな。そうなんだよね。想像している通りだと思うけど。ちょっと言いたいことがあるんだけどさ。また何をお願いする気だろうな。そうなんだけど、近くに僕の力の一部があるようだからさ、消えないうちに僕をそこに連れてってもらえないかな。にゃんと泣けばできなくもない。今なんて聞こえなかったのか。にゃーんとね。ふー、嫌なら仕方ない。にゃーん。ん、あまり聞こえないが。もう満足した。余裕があれば考えてみることにしよう。この屈辱は決して忘れない。イベントと合わせて戦闘か。あーっと打ち切る。もう一つこのゲームのテンポ荒くしてみようと見つめちゃった。敵をすぐできないんだよね。いっそのことカットするんだよ。それするとね、ただのお礼儀になっちゃいそうな気もする。
けど、ゲームシステムに何かメトロイドマニアをやっている感じはしないね。圧的自身を動かせる魅力はある。動かなければオーディーンスフィアの台のハンドではある。あっちはちゃんと探索もできるし、ちょっとマス内で冒険者をして考えないといけなかったからね。そう考えるとこのゲームの評価は悪い。ちゃんと最後までやるつもりはあるけどね。この辺りアップデートを終わってくる。付き合いはここまでだ。つい多く見てしまった。あとちょっとで終わりそうだから。こうやってコンボをつなげられるのはいいところだ。そうなんだよね。お手玉は結構簡単にできる。地面に見られたら面倒だけど。さて今度はサブクエの場所に行かないとね。しばらくは戻る感じだな。行き先を B にしないと。お嬢様、アッシャー家の封印の追加分析を完了しました。核心である魂の復活術式の一部が変更されていました。一番の違いは条件付きで儀式を行えるようになったことです。他には？封印を維持するための魔力源と封印核をつなぐ部分の術式がだいぶ変更されていました。しかしどうしてこのような形を取ったのかは理解できません。あまりにも非効率的で。これはもしかしたらだが、思い当たることがあるようですね。そう、おそらくレノーアの封印を作ったウィッチは私のブラックウィッチクラフト転生の肉体と魂を分離する機能が欲しかったようだ。正確には分離した魂を封印核に閉じ込めておく機能だろうがな。お嬢様のブラックウィッチクラフト転生はどのような体でも復活できますが、その代わりに大悪魔の力がこもった目12個がいるわけですから。普通のウィッチに大悪魔の力がこもった精髄を入手するのは大変だっただろう。復活の条件を制限することで必要な魔力の要求値を下げたのですね。それとも大悪魔の力がこもった精髄が使えない条件だったかもしれないが、その可能性は極めて低いだろう。そもそもレノーアを消滅させれば良い話なのに、どうして封印という面倒な方法を選んだかも疑問です。それなりの事情があったのだろう。もし消滅させたのなら私がわざわざ起こされることもなかっただろうに。じゃあちょっと長くなりそうなので今回はここまで。次回はサブクエの続きか。そうなるね。じゃあね。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。